ブラバム BET34 は、ブラバムが開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ロン・トーラナック。1971年から1972年まで、使用された、ロブスターの爪と呼ばれた、フロントノーズが特徴。1971年、ジャック・ブラバムは、彼のチームの持ち株を共同オーナー兼デザイナーのロン・トーラナックに売却した。 イギリス人ドライバーのグラハム・ヒルが BT34 をドライブするために起用され、オーストラリア人ドライバーのティム・シェンケンには旧型の BT33 が与えられた。トーラナックが設計した BT34 にはフロントウィングっぽい部分の左右に広がっている形状を刺したロブスターの爪というあだ名がある。BT34 はヒルのために1台だけ製作された。チームは シーズン開幕戦の南アフリカでは BT33 を使用した。BT34 はスペインでデビューしたが、ヒルはステアリングの問題でリタイアした。次戦のモナコグランプリでもヒルはクラッシュ、リタイアした。第4戦のオランダでは10位となり、次のフランスではオイルパイプが破損しリタイアした。イギリスではスタートでジャッキー・オリバーのマクラーレンとクラッシュしてリタイア。 オリバーは50ポンドの罰金を課された。第7戦のドイツでは9位、第8戦のオーストリアでは5位に入り、シーズン初のポイントを獲得した。続くイタリアではギアボックスが破損しリタイアした。ウェットレースとなったカナダではクラッシュして、リタヤ、最終戦のアメリカでは7位に入った。ブラバムは5ポイントを獲得、コンストラクターズランキング9位でシーズンを終えた。ヒルはポイントを獲得し、 シェンケンは5ポイントを獲得した。その年の年末、エンジニアであるトーラナックは、シーズンを運営していく予算には10万ポンドかかると、感じていた。彼は、自分自身で乗り越えることができず、経験豊富なビジネスパートナーを探していた。彼はチームを年末に、ヨッヘン・リントの元マネージャーで、コンノートエンジニアリングの元オーナーである、バーニー・エクレストンに10万ポンドで売却した。 トーラナックはそのままチームに泊まり、マシンを設計し、ファクトリーを運営した。エクレストンはトーラナックに知らせずにチームの運営方法を変更したため、トーラナックは1972年初めにチームを離脱した。エクレストンは今から考えてみると、この関係は決してうまくいかないと言った。両者とも考えた。どうか無茶を言わず、自分のやり方でやってくれ。 1972年、チームは3台のマシン、BT33、BT34、BT37 を走らせたにもかかわらず、失望のシーズンとなった。チームは1972年シーズン、シェンケンに変えて、アルゼンチン人ドライバーのカルロス・ロイテマンを起用した。ヒルはチームに残留したが、チームは、ロイテマンに BT34 を与えた。初戦となったアルゼンチンで、 ロイテマンはポールポジションを獲得したが決勝は7位で終わった。南アフリカグランプリでは燃料システムのトラブルでリタイアした。ロイテマンはスラックストンサーキットで行われたフォーミュラニのレースにロンデルレーシングから参加しメカニカルトラブルのためクラッシュ、足首を負傷し2戦を欠場することとなった。BT34 はスペインとモナコでは使用されずチームは 第5戦から3人目のドライバー、ウィルソン・フィッティパルデを起用し、BT34 をドライブさせた。フィッティパルデは、ベルギーで、ギアボックストラブルのためリタイアした。続くフランスでは8位に入り、第7戦のイギリスでは69周目にサスペンションを破損、停止したにもかかわらず12位に入った。第8戦のドイツでは7位に入ったが、その後は4戦連続で、リタイアとなった。 オーストリアはブレーキトラブル、イタリアはサスペンションの破損、カナダはギアボックスを破損し、最終戦のアメリカはエンジントラブルが原因であった。ブラバムはこの年7ポイントを獲得した。4ポイントはヒル、3ポイントはロイテマンで、これによりチームはランキング9位となった。チームは1973年シーズン、BT34 に変えて BT37 を投入した。 1, 1ブラバム BT33 によるポイントも含む。2ブラバム BT33 及び BT37 によるポイントも含む。ありがとうございます。